ボイズ TV。 はい、こんばんは。本日は2018年3月21日、岐阜県にある JR 大垣駅に来ております。今回はですね、ここ大垣駅から先日廃止が決まった快速ムーンライトながら号に乗って終点の東京駅まで行きます。よろしくお願いします。大垣駅5番線ホームには昔ながらの国鉄型の特急のモーター音が響いています。5番線の発車は22時48分発快速ムーンライトながら号東京行きです。特急型車両が使用されていますが、快速列車ということで青春18切符で利用できる数少ない夜行列車でしたが、残念ながら廃止となってしまったのです。快速ムーンライトながら号に使用された国鉄185系、国鉄時代から40年間使用されている車両で、使用車両の老朽化がムーンライトながら号が廃止となった理由の一つです。185系10両編成が使用されていて、先頭の10号車を指定しました。国鉄特有のモーター音もいいんですが、今回は夜行列車なので動力車を避けて予約したからです。列車は大垣駅を22時48分定刻に発車しました。ここから6時間この列車に乗車して終点東京駅を目指します。ムーンライトながら号の前身であるのは普通列車の大垣夜行で、もともと新幹線のない時代には長距離の移動には東海道本線に数多くの夜行列車を走らせる必要がありました。1969年から東京発大垣行きで運転されるようになり、一般に大垣夜行と呼ばれるようになりました。9号型の165系が使用されていました。1996年には大垣夜行から置き換わる形で快速ムーンライトながら号が運転されることとなり、 JR 東海の特急型車両373系が使用され、指定席の連結が始まりました。2009年には前身の大垣夜行から毎日運転されてきた定期運用を廃止して、主に青春18切符が利用できる夏休みや冬休みを中心とした臨時列車となりました。臨時列車となってからは国鉄183系が使用され、私が初めて乗車した時も国鉄183系でした。2013年からは今回乗車している国鉄185系が使用されたわけです。それでは車内放送をお楽しみください。本日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は臨時快速ムーンライトながら号東京駅です。停車駅と到着時刻のご案内いたします。次の岐阜には22時58分名古屋23時18分豊橋0時15分浜松0時46分静岡1時52分豊松3時5分横浜4時40分品川4時57分終点東京には5時5分の到着予定です。列車は10両編成で、前から10号車、9号車の順で、一番後ろが1号車です。この列車は全車指定席です。お手持ちの指定券をよくお確かめの上、指定された座席をご利用ください。この列車は早朝深夜時間帯を走る列車です。周りのお客様のご配慮をお願いいたします。お客様にお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。私は今回熊本県から青春18切符を利用し、普通列車を乗り継いで東京駅を目指しているのもあり、非常に疲れていました。大垣駅を発車してすぐに寝てしまい、起きたら列車は横浜駅に到着するところです。こんなに安くて便利な列車は他にはないはずです。ムーンライトながら号は下り列車の方が人気があります。下り列車は途中の小田原駅から乗車、または小田原駅まで別途乗車券を購入することで青春18切符1回分で利用できます。しかし上り列車は始発駅大垣駅の発車が22時48分発ということで、東京駅まで乗車するには日付をまたいでしまうため、青春18切符を2回分使用してしまうことになってしまうからです。 YouTube では下り列車の動画を多く目にすることから、今回は上り列車のムーンライトながら号を乗車したものを動画にしました。横浜駅の到着は朝の4時40分、朝早すぎて横浜駅のホームには列車がほとんどいません。列車の運行が始まっているのは私が乗車しているムーンライトながら号と京浜東北根岸線のみです。列車は東京駅の10番線に到着。
無事定刻の朝5時5分に東京駅に到着しました。大垣からの6時間17分の乗車が終了です。終点の東京駅に到着しました。こちらの国鉄185系2021年3月12日をもって特急踊り子号での定期運用から引退します。数を多く減らしてしまうことでしょう。それ以降も一部の臨時列車では国鉄185系が使用されるみたいなので、数少なくなった国鉄の特急型車両が1日でも長く活躍できることを願っています。ご視聴ありがとうございました。